にちはウレス。今回もバザー実況やっていきましょう。今回はですね、サタン降臨やっていこうか。もうサタン降臨なんてね、もうこんなんもう覚えてんのおじいちゃんだけよ。もうおじいちゃんダンジョンやっていこうかなと思って、リーダーがですね、7777の固定ダメージっていうスキルね、弱い。さあやっていこうか。このね、あの、なんていうか、ラーは、あれなんですよね、5色同時攻撃をしていかなきゃいけないというパーティーで、これ、ここでスキルダメが一応できるんですけど、まあ一応貯めるか。まあ貯めても貯めてなくても、まあどっちでもなんか多分大丈夫だと思うんですけど、一応貯めます。ちょっとだけね、OK で、これでもう行きたいんですけど、まあいいや、もう一回貯めるか。もう一回貯めて、一応貯めます。欠損だけは嫌で、OK さ。じゃあ行こうか。これ、闇ドロップ持っていきます。ここで、組んで、オッケー、こうなんでさ、これ多分両方とも倒せるね。これもう5色組んだらもう、倒しに行く以外の選択しないんだよね。オッケー。欠損さえしてなかったら多分、あの、休憩なしでも多分全部倒せると思うんですよね。オッケー。で、ここも一応スキル貯める？エキドナがね、なんか貯めた、まあ僕、あの、今回のこれ、初クリアした時にスキルダメしなくても勝ったんで多分大丈夫だと思うんですけど、スキルダメしなくても。オッケーで、よし、これで突破しよっか。まあ、これなんでいいでしょう。オッケー。これ倒して、いやもうね、めちゃめちゃ懐かしい。サタン降臨ってね、回復ドロップがないんですよ。だから、スキルダメもね、ダメージ受けながらのスキルダメあんま良くないみたいな感じ。オッケー。ここもスキルダメできるな。まあ、一回貯めるか、一応じゃあ。オッケー。で、これ貯めて、で、突破します。これやる意味あんのか、これスキルダメ。まあ、こんなんで。オッケー、さあ。いや、マジ楽しい。このもう、パズル力がもう全てを物を言うみたいな、この感じが、もうたまらなく面白い。オッケーで、相手が全員一旦脇、やばすぎ。ここは光の全体入れていきたいね。光の全体入れながら、倒すみたいな感じでいこうか。ここは、このヒードロップ持ちます。で、まあ、こんなんでいいでしょう。オッケーさ、これで倒して、オッケー、ドロップも全部あるね。で、次がハーデスなんですよ、ハーデス。なんで、ハーデスはなんか、あれ、スキルめっちゃ貯めれるんですけど、まあ他のやつ貯めてもあんま変わんないんで、ヘラーイース。まあまあまあ、ちょっと意味あるか。ちょっと意味あるんで、貯めようか。いや、まああんま意味ないんだけどね。多分、初めてやる人もいると思うんで、こういうタイミングでスキルダメした方がいいよっていうのを知らせるためにもスキルダメしておきます。で、ここも貯めて、で、ラスト一ターンに行こうか。多分ね、これ倒せるんですよね、普通に。なんで、ここ闇でいっか。オッケー。うん、さあ、オッケー。欠損さえしてなかったら全然いいよ。で、まあ、こんなんで、いいでしょう。オッケー。さあ、キドロップも落としてます。オッケー。で、これで倒して、で、次がボスですよ。で、これ、サタンがね、行った最初、先制攻撃してくるんですよ。だから、ここで、一回受け切った後に、エキドナ使ってみたいな。これ、エキドナがね、あ、じゃあ、サタンが2ターン目にね、状態異常、されなくなるよ、みたいな使うんで、その前にこれ打つみたいな。で、これ使って、意味ないけど、固定ダメージもなんとなく打って、オッケー、じゃあ倒そうか。もうこれね、多分余裕で倒せるんですけど、なんか、ここに来てパズルミスると、今までね、なんか格好つけて、いや、これでやっていこうか、みたいな感じでさ、かっこよくつけてたつもりだったんですけど、なんかここでミスるっていうのは恥ずかしすぎだろ。オッケーで、ここで、突破します。多分いけます。オッケー、こんなんで。よし！これね、ドロップ、操作時間が5秒になってるのと、多分他のやつの、あ、でも覚醒はないのか。まあ楽勝だと思います。オッケーで、光でこんだけ削れるんで、オッケーで、しかもこれね、ダメージ、てかサタンが行動しても2ターン分は耐えれるんですよ、これ。だから、マジ余裕です。あとだから4ターン分、猶予あるよ、みたいな感じなんで、めちゃめちゃトイレ行きたい。オッケーで、これで、こう組んで、終わりかな。オッケーさあ！いやー、マジ楽しいね、このイベント。マジ面白い。もう何回もこすって届けたしたい！